イーパンのあるある教師でお願いします。はい、さあ浜岸さん。はい、ミーパンさんは結構炭酸水が大好きで、結構自動販売機に行くんですけど、その自動販売機を見ながら、ちょっと違うって言ってるね。お気に召さないことが結構多いですね。あ、自動販売機の。それはやっぱ炭酸水じゃないとダメなの？炭酸水がとにかく好きなので、炭酸水がないと、あーもう最悪って感じ。だからローラっぽく言うの。ローラ結構ないことある。やっぱり時々ありました。それこそあのチアの練習してるところではなくて、もうってなりました。あのゴールドジムの東洋町の、はい、なかったです。あ、なかった、はい、あそこなかった。じゃあ春日に言っとくわ。すごい、炭酸水入れといてくれっつって。さあお次。